ました。あと今日3回9、10、11、3回だ。ただいま。あと3回なので、星投げカウントの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんカウント星投げこの枠もよろしくお願いします。暖房つけよう。よろしくお願いします。あとね、明日の予定だけどやっぱちょっと変えるかも。なんかこんなに遅くまでねできんかも疑惑がね出てきた。朝5時から5時から5時から5時45分の予定はちょっとやっぱりレッスンの前にいろいろとやらないといけないこととかも出てきそうだったので、こっちの方が正しい予定かな。5時から5時45分、6時1分から6時31分、7時、あ、これ寝ぼけてるわ。7時2分から7時2分から7時32分、8時3分から8時15分、こんな感じかな。何の配信やるかもね決めておきたいんだけどね。でもね朝はね結果ね結構もうね企画配信どころじゃない気もするんよねそれどころじゃなくなっちゃう気もするんですよね。朝ごはん配信しようか。でも今日のこれがまだここにあるから朝ごはん配信をしようかな。この8時3分から8時15分をこれ朝ごはん配信にしよう。こんな感じ。9時から5時45分、6時1分から6時31分、7時2分から7時32分、8時3分から8時15分、もうこれカウントぐらいしかできないかもしれないけど、8時半、8時3分から8時15分ね朝ごはん配信にして朝ごはんを食べてレッスンに向かいたいと思います。
ま。もう休憩時間のたびに横になりよったら顔がどん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 むくんでいきゅ。痛い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 。みんなもゆっくり休んでくださいね。お疲れ様、ありがとう。ただいま。皆さんこの時間も星投げカウントありがとうございます。ギフトもありがとうございます。ありがとう、カウントしてくださって。ということでこの配信が終わればあと2回。よし、頑張るぞ。トヨタさん、ハートありがとうございます。はい、ということでこの時間は STU メンバーについて語る をやりたいと思います。さっき一回箸休めしたんじゃけど、STU メンバーについてね語る配信をさっきやってたんですけど、それの続きサッキーさんからねやっていこうと思います。フードハートありがとう。リンジン、そのままありがとうございます。やっていこうと思います。はい、もうどんどんいっちゃいましょう。このままじゃね、きっと朝までかかっちゃうので。なめなめスノーどうもありがとう。はい、まず、はい、次はサッキーさんから、サッキーさんからやっていきたいと思います。サッキーさんの公式プロフィールは2001年11月14日生まれ、岡山県生まれのニックネームサッキーさん、血液型は B 型で、好きな食べ物は美味しいメロンパン、美味しいメロンパン、美味しくないメロンパンがあるんですかね。瀬戸内でおすすめのものは美味しい魚が釣れる瀬戸内海。そう、サッキーさんはね釣りが上手でしてですね、上手でしてですねってやばいね。釣りが上手でよくショールームの配信でも釣り配信とかをやったりしてるんですけど、本当に本格的に船に乗って海に出て魚を釣ったりしてるガチ釣りアイドルです。はい、特技が自分で釣った魚をさばくこと。そう、サッキーさんのすごいところが自分で船に乗って釣ったらそれを自分でねさばくんですよ。自分で食べれるようにするっていうのがね、そこまでできるのがすごいですよね。趣味、魚を釣ること、一言、輝けるアイドルになるっていうのがサッキーさんですね。はい、サッキーさんもですね、私が今サッキーさんは今、私が今所属しているスタジオのユニットのメンバーの一人で、サッキーさんももともとダンスを経験してたわけじゃないんですけど、スタジオメンバーに入ってて、ダンス未経験者でスタジオメンバーに入ってるのはサッキーさんだけなんですけど、サッキーさんは本当に ST に入ってからダンス始めたのっていうぐらいめっちゃダンスが上手です。どうもあなたもありがとう。しかもサッキーさんのダンスはね、振り覚えがめっちゃ早いなっていう風にめっちゃ思います。で、私がレッスンとか行けなくって教えてもらったりするんですけど、そういう時もね優しく教えてくれたりするのでめっちゃ頼りにしてます。しかもサッキーさんはですね、もうねスタジオメンバーでもねもうムードメーカーなんですよ。結構こうスタジオの曲ってすごい難しかったりするんですけど、フリーレの時もウザとか野蛮な求愛とかそういうダンス曲リバーとかばっかりやってて、もうみんながいっぱいいっぱいになってもうできないみたいになってる時もサッキーさんがいつもその場を和ませてくれて、なんかやっとスタジオメンバーも
スタジオメンバーもなんか頑張ろうみたいな雰囲気になれるっていうムードメーカー的な存在ですね。サッキーさんがいるかいないかでもレッスンの雰囲気が楽しく なるかならんかが決まるって言ってもいいぐらい、めっちゃサッキーさんはね重要な存在ですね、はい、でサッキーさんのダンスはね、なんて言うんじゃろ、綺麗、本当にほんまに綺麗、なんかじゃけなんて言うんじゃろ、初めてダンスをやった人とは思えんくらいほんまにダンスが上手だなってめっちゃ思う。普通にめっちゃ頼りにしてます、サッキーさん。あとはサッキーさんって言ったらね、キャラがね最高ですよね。本当にね面白い、なんか一言一言言うことが面白いし明るいし、じゃけん結構テレビとかでもいいキャラを出しとるし、 MC でもね、 MC でもサッキーさんがいるとね盛り上がりますよね。あとそう、レッスン T シャツの癖がねめっちゃ強い、いろんななんか癖のある T シャツをよく着てくるんですけど、なんかネギしか信じないっていう真緑の T シャツとか、この人が犯人ですっていう指をこうやって指してるマークとか、だからサッキーさんのこっちに行った人はもう犯人に捨ててあげられちゃうっていうT シャツとか、いろんな T シャツを着てますね、サッキーさんは。マリーナもよくね変な T シャツを着てるんですけど、だからスタジオメンバーちょっと変わった T シャツを着てるメンバーが多いですね。すみさん、スノードームありがとう。続いてポンポンいい感じのペースで生きよるよ、これならいいんじゃないでしょうか。続いて、お、来ました、滝野由美子さんですね。はい、来ましたね。 STU のセンターを担っている、滝野由美子さんです。公式プロフィールは1997年9月24日山口県出身の、ニックネームはユミリン。ユミリンってみんなから呼ばれてますね。血液型は O 型で、好きな食べ物は尾道ラーメン、マンゴー、生クリーム。尾道ラーメン美味しいですよね、私も好き。瀬戸内でおすすめのもの、 SL 山口、さすが。おお、ユミリンさんはね鉄道オタクでもあるんですよね。めっちゃ電車とか新幹線とか好きですよね、ユミリンさん。特技はサックス。そう、このユミリンさんのサックスはね結構皆さん聞いたことがあると思うんですけど、チャリティーコンサートでユミリンさんと兵藤葵さんがコラボでピアノとサックスでやったね、瀬戸内の声は本当に名曲でしたね。あれ毎回やってほしいと思うくらい私結構お気に入りなんですよね。オセロ、かっこ負けると悔しくて泣くユミリンさんは確かに悔し泣きしているイメージがすごくよくありますね。負けず嫌いなイメージですね。そして趣味が鉄道鑑賞というね、ま、もうすごい真っ向の鉄道オタクですね。一言、まだまだ未熟な私ですが、これからも笑顔を届けることができるよう頑張ります。この一言がセンターらしいですね。はい、ユミリンさんも STU のセンターをずっとやっているんですけど、瀬戸内の声の時からずっとセンターとしてみんなを真ん中で一番前で引っ張ってくれてるんですけど、やっぱりユメリンさんはセンターに立つべき人だなってすごく思うし、あのね、ユメリンさんはね本当に私が一番身近な人で一番尊敬している存在の人で、ユメリンさんはね、まあ、まずあのステージ上での MC とかね、みんなを仕切ったりするところ、しっかり喋りが上手に喋りが上手なところとかも、ステージ上のユミリンさんもすごくかっこいいなって思うし、 AKB さんの選抜に入ったりノーウェーマンとかもそうやって最善で活躍しているユミリンさんかっこいいなって思うし、私がもっとかっこいいなって思うのはやっぱり普段のユミリンさんがねすごくかっこいいです。みゆみゆしの人、アイスありがとう。な、どこがかっこいいかっていうとですね、あの洋服は確かにズボンが真後ろ反対だったり、靴下が左右で違ったり、あのそういうところもあるんですけど、でもそういったところも含めてユミリンさんが愛される理由の一つだとも思うんですけど、ユミリンさんはやっぱりなんて言うんだろう、センターとしてなんか私が引っ張っていかなきゃっていう意識がすごくあるんだろうけど、絶対それ以前の問題だとも思うんですけど、ユミリンさんってやっぱり人としてすごくかっこいい人で、
例えばなんて言うんだろうな、レッスン上での挨拶、ユミリンさんが一番声が大きくって、レッスン中の先生の返事とかもユミリンさんが一番はっきり大きな声で言ってて、センターだからって言って力を絶対に抜かないし、まずレッスン中に携帯を触ってるところをね全然見たことがないんですね。休憩時間とかも、休憩時間もみんなが休憩してる間も自分は一番前に行って先生にダンスのことを聞いたりとか、そういった真面目なところがあるからこそみんなもついていけるんだと思うし、ユミリンさんにセンターとしてずっとみんなのことを引っ張れる存在であるんだろうなってすごい思います。すごく一生懸命で負けず嫌いで、なんかユミリンさんがそうやって頑張ってるから私もレッスン中に携帯とかそうなんか触るのもやめようって思ったし、そう挨拶とかもユミリンさんがしっかりしてるから返事とかも自分もいっぱいしようって思うし、なんて言うんだろう、岡田奈々さんがいない時はやっぱりユミリンさんをお手本にというかユミリンさんの後についていきたいなっていう感じで、奈々さんがいない時は特にユミリンさんを頼りにというかユミリンさんの背中を見て私はやっているって感じですね。イメージ通りでしょ。そうで私にも気軽に話しかけてくれるし、みんなからいじられキャラでもありつつしっかり自分の芯も持っていって、そう本当に掃除とかもね一番やるし、ユミリンさんがかっこいいなって思いますね、そういうところが。かといってなんかセンターだからって言ってこうなんかこうなんていうの、私がっていうところもないし、メンバーのことを一番に考えてくれてるし、私のこととかもこうメールとかで褒めてくださったり、私ユミリンさんのメール取ってるんですけど、メールで私のこととかも褒めてくださったり、なんかちゃんと私のことを見てくれてるんだなって思ってすごくなんか頼りになるし、さすがセンターだなっていうかこのセンター様についていきたいなって思うぐらい頼りがいのある先輩です。はい、ってな感じです。続いて、お、来た次の枠で三者投げるね、ありがとう皆さん、星投げカウント本当にありがとうございます。次、田中孝子さん。そうね、ユミリンさんはずっと謙虚なね、謙虚ですごく STU の色に合ってますよね、ユミリンさん。エリさん、スノードームありがとう。 STU の顔って感じですよね。 STU の顔としてもめちゃめちゃかっこいい、かっこよく引っ張ってくれる存在ですね。コッコさんはですね、公式プロフィール田中コッコ、生年月日1996年6月16日、6が多いんですね。出身地は佐賀県です。そう、コッコさんは九州の佐賀県出身なんですね。ドゲンってよくコッコさんがこれどうみたいな意味でドゲンって言うんですけど、佐賀の方コッコさんがドゲンっていうか結構メンバーもドゲンってよく言ってます。あとカノンさんとかはコッコさん呼ぶときにね、ドゲンみたいな感じで、もうドゲンがもうもはやあだ名みたいな感じでやってますね。はい、血液型は A 型で、好きな食べ物はオクラ。オクラが好きなんだ。瀬戸内でおすすめのもの、柑橘類。そうね、みかんとかね、なんでも、イオカンとかも美味しいですからね、瀬戸内は。レモンも。特技は鶏の声真似。さすがコッコさん、さすが鶏のモノマネが得意と特技に書く面白いですね。趣味はファッション誌を読むこと。コッコさんは確かにあのね、モデルの仕事とかもやってたり、あとは STU があの広島ランウェイがあった時にその STU の代表としてね、モデルとしてランウェイを歩いてたりもしてましたね。バイチャラポーもコッコさんですね。結構みんなのなんて言うんだろう、ドゲンとかバイチャラポーとかマザイとかみんなの流行語を作るのがちょっと得意なコッコさんって感じですね。そう、コッコさん最近髪切ったんですよ、かわいい。フーガバラありがとう。で、一言が、お洋服が大好きでモデルのお仕事ができたらいいなって思っています。瀬戸内出身じゃないんですけど、たくさん学んで発信していきたいですっていうのがコッコさんの一言なんですけど、
でもありがとう。私はね、コッコさんをね、一番ね、コミュニケーション能力の高い先輩だなと思ってて、多分あのこの他の48グループ、例えばチームエイトさんだったり AKB さんだったり NGT さんだったりとか、他の48グループのメンバーさんと一番仲いいのはコッコさんなんじゃないかなって思ってます。結構有名な話だけど、あの小島子さんもコッコさんめちゃめちゃ仲良しね、あのめちゃめちゃあの可愛がってもらってるってコッコさんも言ってたんですけど、お洋服もらってたりだとか、握手会の会場でも握手会の会場でもあの一番他の48グループの方と絡んでるのを見るのはコッコさんかなって思うんですよ。でコッコさんが他の48グループの方と仲良くなる理由もめちゃめちゃわかるっていうのが、すっごくねお話し上手なんですよ。ていうか、なんか人とのなんて言うんだろうね、接し方がすっごい得意で、すっごくね、なんて言うんだろう、私にもなんかいじってくれたりするから、私も話しやすいし、私もちょっかい出しやすいし、だから先輩方からにも好かれるし、後輩からも慕われるタイプの、もうなんかザもう人気者タイプの先輩だなって思ってます。そう、もともとね松岡夏美さんの HKT48 さんのトップオタでずっとアイドルが好きで、で今自分がアイドルになって松岡夏美さんとめちゃめちゃ仲良くなってるから、本当にすごいことだなって思います。小島子の彼女ですって、あ、言ってるんだ、すごい。でもそのぐらい仲いいです。だってあの握手会の会場とかでも小島子さんがコッコさんのバスのところまでついてきてたりするんですよ。帰るのとか言って、それを見てる私はちょっとねニヤニヤしちゃうんですよね。あ、いいところ見れたって。一緒に遊びたいって言ってた。やっぱでもあのあとチームエイトのひとみさんとかとも仲いいんですよね、コッコさん。だから STU のなんか握手会の会場、あの AKB グループの握手会の会場で STU メンバー以外ともめっちゃお話ししてるのはコッコさんだなっていうイメージですね。まさみくんありがとう。すごいことだと思う。私はこう自分から人に話しかけたりとか、他のグループの人と仲良くなろうと思ったり、あの仲良くなろうと思ってもなかなか話したりとかはできないから、すごくコッコさんのコミュニケーション能力はすごいなって思いますね。顔が広いなってすごく思います。すごいね、そういうのもね絶対必要な能力の一つだと思う。だからメンバーからもめっちゃ愛されてて、なんか結構いろんなメンバーがみちさんとかトロブさんとかほのたんさんとかもコッコは何でも話せるみたいな感じで言ってたし、メンバーからのあれなんて言うんだろう、メンバーからの愛もすごい熱いみんなから本当に好かれるタイプの、みんな誰とでも仲良くできるタイプの先輩だなって思う。しかも顔のレベルがめっちゃ高い、めっちゃ可愛い。生で見たらびっくりするぐらい可愛すぎてびっくりした。私一休さんの時から一番可愛いなと思ってて応援してたんですよ、最初の STU のショールームの時から。やっぱ可愛いですね、お目目クリンクリンで、お顔ちっちゃくって足も細くって、本当にモデルさん向きだなって思います。いつかねなんかモデルさんとしてね、アイドル兼モデルさんとして雑誌に載ってても全然違和感がないなって思います。あとはおしゃれなんで、なんていうの、洋服とか小物とかお化粧とかもやっぱねダントツでね可愛いなって思います。センスがあるなって思います。ぜひねコッコさんのインスタをねフォローしてないって方はぜひねフォローしていただきたいですね。一番なんていうんだろう、こうインスタグラマーっぽい、もうレベルの高い写真をいっぱいね投稿されてます。コッコさんはぜひチェックしてみてください。はい、続いてまひなさん、じゃん、頑張ってな、ありがとう。谷口まひなさん、まひなさんの公式プロフィールは2000年2月3日生まれの徳島県出身、ニックネームはマキナじゃないよ、まひなだよ、まひなさんですね。はい、血液型は A 型の、好きな食べ物は果物全部って書いてありますね。
カズさんハートありがとう。ユースだるまありがとう。瀬戸内でおすすめのものは阿波踊り、特技はファンの皆さんを覚えること、趣味は野球観戦、人間観察。一言、いつも応援ありがとうございます。もっともっと瀬戸内のいいところを見つけてお伝えしていきますっていうのが公式プロフィールですね。まひなさんはですね、なんかもう超絶癒し系って感じですね。なんか本当に喋り方とかもまったりしてて可愛いなって思います。まひなさんを見てたら、で私はまひなさんがねすごい可愛いなって思ったのがですね、結構なんていうの、人情深いというか、結構何事にもなんていうんだろう、情が深い人だなってすごく思うんですよ。あ、そうね、毎日アイドルのイメージもありますね。毎日アイドルも365日達成してましたね。あのね、情が深い方なんだなってすごく思うんですけど、まひなさん、あのですね、何だったかな、なんか、あ、これまだでもどうね、あ、ショールームでよく高校野球が好きで、まひなさんって高校野球のなんか時期になると高校野球の実況配信とかしたりしよるんだけど、その高校野球が好きで高校野球の、あの甲子園のね球場まで行ったりして応援したりしに行くほど高校野球が好きなメンバーとしても結構有名なんですけど、本当にね情が深くて優しいんですよ。温厚っていうか、もう本当に優しくっておっとりしてるメンバーだなってすごく思って、確かに自己紹介でも言ってる通りマイペースって言ってるけど、マイペースっていうよりかはもうなんて言うんだろう、本当に優しくて雰囲気がこうふわっとしててゆったりした感じの見てて癒される感じのメンバーで、まだこれね言えないエピソードがあるんですけど、まひなさんってすごく本当にね優しくって誰よりもなんか熱い方なんだなってすごく思ったエピソードがあって、まだこれ言えないんですけど、熱い女を楽しさがついてる、そうなんだ。でもなんかすごく優しくて言いたい、めっちゃ言いたいエピソードあるんですけど、まだ言えないんですけど、結構情が熱い方だなって思って、そう、ほのたんさんの生誕祭の時にも誕生日メッセージをあのまひなさんが書いてたんですけど、私それ見てたんですよ。でそのまひなさんも自分が書いた手紙をほのたんさんの生誕祭で読まれるのをあのショールームで実況配信してたんですけど、そこでもまひなさんもちょっと涙してたんですけど、あのすごくほのたんさんと仲が良くって、まあ、友達思いです。すごく優しいから、こうなんていうの、みんなと仲いい感じですね。まひなさんは誰といてもなんか不思議じゃないというか、そういうあったかくって熱いメンバーだなって思います。なんか意外になんていうの、おっとりしててあんまりふわふわ気にし何にもふわふわ考えてないみたいな感じに思われてるかもしれないんですけど、なんかめちゃめちゃ胸の中にあるものは熱いメンバーだなって私は見ててすごく感じます。はい、あとマヒホノのイメージがやっぱり強いですね。マヒホノで手漏れ物涙を歌ってたんですけど、よく2人でコラボの2人でコラボのねカラオケ配信とかしたりしてるんですけど、2人ともめっちゃ歌がうまい、そしてね声がね大人っぽいですね。聞いてて落ち着く2人組の歌声だなって思います。このね時期マヒホノの手漏れ物涙があるって聞いた時、私普通にめっちゃ嬉しかったですよね。ちょっと楽しみにしてて、本番も舞台袖からちょっと楽しみで袖から聞いてました。キヨニありがとう。マヒナさんともねまだそんなに喋ったことがあんまりないので、他の一期生さんに比べてもっともっと仲良くなりたいし、もっともっとおしゃべりしてみたいメンバーだなって思います。優しそうじゃ、優しい系さ、マヒナさんは結構喋りやすそう。あんまりなんて言うんだろう、かぶったりすることがないけん、そう、あんまり喋ったことがないんだけど、もっとおしゃべりしてみたいなって思います。はい、続いて続いてトロブさん、お、来た、トロブさん、かわいいですね、トロブさん。公式プロフィールは1999年3月24日、お、近いですね、誕生日、生年月日が。
それで、出身地は広島県出身で、ニックネームがトロちゃん。そうですね、トロブとかトロちゃんとかユリブとか言われてますね。血液型は AB 型で、好きな食べ物は尾道ラーメン、カニカマ、アイス。確かにアイスめっちゃ食べてるイメージありますね。瀬戸内でおすすめのものは尾道旅、ちょっとお出かけに最適。私も尾道めっちゃ好きなので一緒だ、話が合いそうだ。特技、テーマパークのお姉さんのモノマネ、うまいが最後赤面してしまうかわいい、見てみたい。趣味、ペットショップに行くこと、アイドル、アニメを見ること。一言、自分らしさと感謝の気持ちを忘れずに皆さんに元気と笑顔をお届けします。瀬戸内盛り上げるぞって書いてありますね。トロブさんはですね、もうトロブさんもザ・アイドルって感じの正統派アイドルっていう感じですよね。で、私が初めてあの陸上公演の見学をドラフト生がさせてもらってた時に、一期生さんだけがまだ陸上公演に出てて、ドラフト生が勉強としてその一期生さんのあの陸上公演を見ていいよみたいな言われてて、後ろから見てた時に、リハーサルの時にですね、トロブさんが、私がこうやってトロブさん可愛いなって思って見てたら、ニコって笑ってくれたんですよ、ステージ上から。その時から私ステージ上のトロブさんにね、もう恋をしていまして、本当にね可愛いんですよ。カニカマはすぐ飽きたって書いて、本当にね可愛いんですよ。やっぱりもともとトロブさんもアイドルさんが好きで、パルルさんがめっちゃ好きで、あのアイドルになったっていうのもあるから、アイドルオタクの気持ちも分かるのかなってめっちゃ思って、私もただのアイドルオタクだから、あのトロブさんにステージからそういった感じでレッスンを送られた時にめっちゃキュンときて、あその時に、あアイドルのステージってこうだなって、レッスンを送るってこういうことなんだなってめっちゃ思って、やっぱこう客席側から見てると、こうレッスンを送ってもらうと嬉しいじゃないですか。単純なことだけど、トロブさんのそのキラッてした笑顔に一瞬でハッてやられてしまったんですよ。だからその時からトロブさんはステージからちょっと目が離せないんですね。ステージの時結構目で追っちゃうメンバーですね。ダンスもぴょんぴょんしてて可愛くって、ついつい目で本当に追っちゃうメンバーだなって思いますね。トロブさんにレッスンを変えたらね、本当に可愛くってやられちゃうんだよね。あとは女子力がすっごく高いですね。お化粧品とかも結構最新のものを持ってたり、トロブさんもチャーミングトリップのメンバーのリーダーとして活動してるんですけど、こうインスタとか見てもらったら分かるようにね、お洋服とかもおしゃれだし、家もね、ショールームの背景見てもらったら分かるんだけどね、家のなんかインテリアとかも全部可愛いし、髪の毛とかもね、いつもアレンジとかも上手にやってるし、だから女子オタが多い、女性ファンが多い、女子受けのいいメンバーの一人でもあるかなって思います。トロブさんはとにかく正統派ですよね。で今回もね、私はトロブさんにどんどんと差をつけられて2位まで差が広がってしまってるんですけど、本当いつも真面目で、だからなんて言うんだろう、広島の大きなお仕事とか結構ね、トロブさんとユミリンさんが一緒に行かれてることが多いなって思いますね。メンバーからもスタッフからも信頼度の高いメンバーだなって思います。まさみくんありがとう。そう、あのそう、なんかトロブさんってさ、いろんな髪型をやるじゃないですか。でトロブさんってやっぱりなんて言うんだろう、女子力高いから、メンバー受けもいいから、トロブさんがやった髪型をその次の公演とかその次の日の握手でメンバーが結構真似してることが多くって、トロちゃんもヒラヒラ可愛いって言ってた、ほんと？そう、なんか例えばあの浴衣の日にトロブさんがショートカット風のなんかボブヘア風にアレンジしてたじゃないですか。髪の毛長いんですけど中に入れてボブ風にできるアレンジをしてたんですけど、1日目にそれもみんなが可愛い可愛いって言って、2日目とかもねやってるメンバーとかもいて、メンバーの中からもこうなんか女子力が高いから、こう憧れられる存在だなって思う。上唇が一番可愛いと思ってる。わかるかも、確かに可愛い。言われてみれば。あとは私、トロブさんとの一番の思い出は、初めて
初めて陸上公園に出た時にアイポンと私とまいちゃんで初めて一緒に3人で陸上公園に出させてもらった時に、あの大浴場がねホテルの一番上の階についてたんですよ。そこにトロブさんが入ってて、でうちら3人でどうする、トロブさん入ってるけどどうしようみたいな、トロブさん入ってるけどうちら入っていいのかなみたいな感じになった時に、入っておいでよみたいな感じで言ってくれて、一緒にお風呂に入って、お風呂の中で熱いことをいろいろ語ったっていうのが私の中でトロブさんとの一番の思い出ですね。あとは写真撮ろうって言ってくれるのがすごい嬉しいです。私が写真撮りましょうって言ったら、トロトロって言ってくれるのがね本当に可愛いです。私的にちょっとあの初めてレッスンをもらった日からね、トロブさんにキュンキュンしてばっかりなので、そうまたいっぱい写真とかも撮りたいし、めっちゃ喋りやすいメンバーの一人でもあるなって思います。同い年なのもあるけど、やっぱり優しいから、トロブさん、トロブさん優しいし、なんかなんていうの、まっすぐな性格だからすごいめっちゃね喋りやすくて、私の話もねいっぱい普通に聞いてくれるし、なんか聞き上手だし、いろいろ話し上手だし、なんか仲良くなりたいって感じ、本当に。もっとそんなぶりっ子な感じなんですか。いやそんなこともない。なんかノリで撮りましょうよって言ったら、トロトローって、こんな感じ、トロトローってやってくれるのが可愛いですね、はい。まあ、でもズバッと言うところはズバッと言うし、エンジンの時とかもこうまとめたことをこうやってみんなにこうやって STU48 2回目から上下いいんでお願いしますとかこういうところとかはやっぱりなんかさすがだなって思うし、そういうところがね信頼度高いところなんだろうなって思いますね。トロブさんかわいい、もう好き、もう好きもっと仲良くなりたい本当に。七千鈴さんありがとう、トロトロって。トロブさんってなんかこう目を細めてこうなんか揺れながら喋ってきません？それがめっちゃ可愛いの、なんかめっちゃ可愛い、可愛いしか言ってないけど、なんかファッションとかもおしゃれだし、さすがチャーミングトリップのリーダーだなって感じですね。あのトロブさんもインスタグラムやってるので、ぜひインスタグラムも皆さんチェックしてみてください。要チェックです。ありがとうございます。カズさんタコーありがとう。こんなことを喋ってる間にももう42分になりました。私は本当にいつになったら全部のメンバーを語れるんでしょうか。まだ待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19人しか語れてない。はあ、トロちゃんの話を聞けると聞いてきました。今めちゃめちゃトロブさんの話をめっちゃ見てましたあ、見てましたね、トロブさんの話をめっちゃしてましたトロブさん今見てるよ。え、そうなの、この配信を、マジ。あ、そういうことか、トロブさんの配信も見てるよっていうことか、びっくりした見られてるのかと思った。そんな本人の前じゃ恥ずかしくてこんな話絶対できない。今回でメンバーに関して詳しくなった気がする。本当ですか。ゆらはもう本当に可愛い子見るのが大好きで、もう STU メンバーの可愛いところもいいところももう本当にいっぱい知ってるので、みんなにもっとね伝えたい、それを。まあこんな一人につきもこんなに語れるって、私も相当な立派な STU オートだと思います。本当に職権乱用してるとりあえずもう43分になっちゃったので、でも頑張ったよ、 1,2,3,4,5 人いったからね、頑張った方で。今来ましたありがとう、頑張った方だよ。次の枠10時5分からは兵頭葵さんから、あ、ラストまでいけるかしら今日。お、トロブさんがまた1位になったらしい。お、1位と2位の戦いが、立派な DD だよ私も。ほんとみんなのこと言えないね。とりあえずランキングを読んで、次は10時5分から兵頭葵さんからの STU メンバーの紹介をしたいと思います。
トレブさん少しこの配信見てたら、え、待って恥ずかしい、待って恥ずかしい、変なこと言ってなかったらいいな。初めてレッスンをもらった時からもうずっと好きですとか見られてたら、もう私めっちゃ恥ずかしすぎて、もうちょっと次恥ずかしいんだけど、本当にマジかマジかマジか、恥ずかしい、待ってちょっと恥ずかしい、それは嬉しい恥ずかしい。よっしゃ、9時からのやつも消せたよ、あと2個だ、あと2コマ頑張りましょうよ。移動させよう、これを。次の22時5分からは兵藤葵さんからの、兵藤葵さんからの紹介になります。今日も今日とって長かったショールーム生活ももうそろそろ終盤の時になりましたね。ゆらもギリギリなんとか3位に食い込みたいものですね。逃げ切ろう。明日のレッスンの間にもう追いつかれたらもうゆらは泣いて泣いて泣いて泣き叫んじゃうわ。はい、ということで一旦ランキングを読んで更新して、次は10時5分から配信をしたいと思います。ちなみに明日の予定を言っておくと、じゃん、朝の5時から5時45分、6時1分から6時31分、7時2分から7時32分、8時3分から8時15分でやろうと思います。その後レッスンなので、ちょっとここは15分までできるかちょっとギリギリなところなんですけど、カウントだけでもと思ってここの枠も入れてます。8時3分から15分の間か、まあ、7時の台でもいいんだけどね、7時か8時のどっちかで朝ごはんをこう、今ねここにちょうどあのピザ作った時のオーブントースターがあるけ、そのトースター使って朝ごはんを食べる配信はどっちかでしようかなみたいな感じで今のところ考えております。まあ、朝5時からねちょっとまたしんどいんですけど、もう今日を乗り切ったらよ、今日がもう4日じゃけ、あと5日、もう折り返し地点になるけ、うそ、兵藤葵さんが見に来てる、あ、次の枠から兵藤葵さんからあのメンバー紹介しようと思ってるんで、今からちょっと更新しようと思ってるところなんです。次の枠からでもちょっと見られるの恥ずかしいな、普通にめちゃめちゃみんなのことを語ってるからちょっと 見られるの恥ずかしいなみたいな感じです。もうねあのもうね、なんというか、30分寝たかと思ったら1時間30分寝ていたというね、普通に30分後に起きて配信しようとしたらもう一枠飛ばして1時間半後だったみたいなね、悲劇がもう起きないように明日は頑張りたいと思います。明日も5時からで早いんですけど、皆さんご協力していただけると嬉しいです。ゆらも起きるように絶対絶対頑張ります。本当にありがとうございます。皆さん9時からの枠もカウント星投げ、ギフトありがとうございました。そして私のメンバーへの愛を聞いていただいてありがとうございました。続いての枠は、10時5分から兵藤葵さんからね、メンバー紹介をしていきたいと思いますので、皆さんよかったら10時5分からの配信もまた会いに来てくださると嬉しいです。とりあえず今は9時50分くらいや、現場15分くらい休憩してからって感じかな。またお、また福ちゃんさんが1位になったんですか。お、入れ替わり入れ替わりですね、すご、なんか接戦を繰り広げておりますね。ゆらはちょっと離れたところで2人の接戦にちょっとくっついてってる感じだけどゆらも頑張ろう。すごいねこの2人の接戦、ほんまに。でもずっとカラオケしおるんじゃ、うわほんまじゃん、なんかほんまに接戦ですね、ここドキドキするね今回の。
今回のなんかイベントすごい接戦ですね。ほんとドキドキワクワク。その接戦に乱入するまで私はあと130万ポイントというね壁がありますが、まあユラはねユラのペースでね全然できることは全部やっていこうと思いますので、明日のレッスンはスタジオメンバーだよ。はい、それでは皆さんありがとうございます。ランキングを読んでいきたいと思います。13位が南穂さん、ありがとうございます。12位が台湾夜嵐さん、あかりショールームお疲れ様、ありがとう。そして11位がゆらおきさん、ありがとうございます。10位がなめなめ、ありがとうございます。9位がおボージュセッシーカムサー、ありがとう、ずっとありがとう、ありがとう、カムサー無理だ、ありがとう。9位ありがとう。そして8位がリンジ、あとゆらきゅん、ありがとう。そしてカズさんが7位、ありがとうございます。オラボなんてよ、オラボにごまを、オラボにごまを、合ってますかこれ、オラボにごまを、みさんオラボにごまを合ってる、オラボにごまを、ありがとうそして6位がフーガアットベアーズさん、ありがとうございます。そして5位がプーマ、ありがとうございます。4位がまさみくん、ありがとうございます。そして3位がタオパイパイさん、ありがとうございます。そして2位がみゆみゆ推しの人さん、ありがとうございます。ね、萌えゼリフなのかな、一緒なんだね、お兄ちゃんありがとうっていう日本のやつと一緒なんだね。オラボにごまをノリノリで言っとこ。そして1位がデレデレデレデン、ザッキーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんこの枠も星投げカウント、ありがとうございます。それではまた10時5分からお会いしましょう。15分後にお待ちしております。またね、バイバーイ。